ははい、こんにちは、えー、エルラディール育成中です、えー、属性リンクのマナ回復に期待して、えー、入れてみました、えー、相手はミニオン使いなので、えー、対策としてベラを入れまして、えー、クランパスが前衛なので緑多めです、えー、マリアーナやジューンに対してエルラディールがうまいこと機能したら めっちゃ嬉しいなと思いながらはい行きます、えーすえではまずはたくさん消して盤面に緑を呼び込もうとしていますはい、とりあえずたくさん消して盤面に緑が降ってきてくれたらいいなと思っていますはいそれではえー、緑ダイヤを作りまして えー、早い段階で、えー、ベラを発動できたので良かったですねはいこれで相手はこれ以上、えー、ミニオンを呼べないので、えー、もう緑ダイヤも消しましょうか緑ダイヤ消しましょうか、えー、今回は盤面整理が、えー、上手に進んでいってますねえー、それでは クランパスが、えー、挑発を発動していますが、えー、117ディアーナで倒せると思ったのでディアーナを使いましてはい、えー、このチームで一番怖いのはマザーなので、えー、マザーを狙っていきます それでは盤面に緑や紫を呼び込むために、えー、空打ちをして空打ちをしていいの来ましたねいいの来ましたねはいでは、えー、空打ちをして、えー、マナーをためましてまずはいけそうですかねこれでまずはいけそうですかね それではまずディアーナを当ててみていけましたねそれでは2体に対してイベリンを当ててからエルラディールを当ててさらに緑パズルを当ててレイジ人さんのミニオンが効いているので えー、もう相手は、えー、スキル発動できないなと考えてもうガツガツ当てていきましょうかはいフレアは、えー、マナ削りもあるし、えー、ミニオン封じもあるしでもう涙目ですよねもうガン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 当てはいありがとうございました、えー、エルダリールデビュー戦でしたはいありがとうございました